何が？またまた。レイは紅茶に関してだけはうるさいから、結構気を使ってるの。でも茶葉も豆も最近は地球産が出回らなくなってきたみたい。でも、コロニーさんも味は遜色ないって聞くけど。レイ、ひょっとして機嫌悪い？ひょっとして今日の調査で？気にしてるわけじゃないの。ただそんなにひどかったの？
レイは、ミミックのことになると、一生懸命すぎると思う。ミミックは道具なんだから、もっと気軽に考えないと、レイの方が持たないよ。そうだね。仕方ないわね、もう。はい、クロハの席、アサギです。はい、あ、はい、出産をしていますが、変わりますか？そうですか。わかりました。伝えます。それでは失礼します。室長室に来い、だそうよ。来客だそうだから、もっともお説教がないとは限らないけど。
コミュニケーションも大切かもしれませんが、私はいつご紹介していただけるのでしょうか。構いません。私が必要としているのは彼の能力ですから。私は氷川双葉、バイオウェル社の開発主任です。それでも最低限の礼節は期待していいのかしら。いえ、ミミックの精神と限りなく近いレベルで同調できるスタッフは実際のところそう数はいないのです。貴重な技術ですよ。
ごめんなさい。あなたにはミミックに関するある不具合、いえ不具合と見られる現象の解明を手伝ってもらいたいの。そのためにはミミックの真理とでもいうものを理解できるあなたのような人が必要なの。そうね、本来ならそうであるべきでは。でも残念ながら私たちはミミックの真理、心についてはそれほどのデータを持っているわけじゃないの。もちろん開発段階で与えた行動パターンや基本の遺伝子プログラムを把握しているわ。でも そもそも私たちバイオウェルとしてはミミックには心や魂はないものと捉えているわ。そう見えるのは全て当初のプログラムからの反射行動とそれを補う条件学習の結果。
そうね、そう割り切って考えていただいて結構だわ。まずはこれを見てもらえるかしら。そのミミックは壊されたのではないわ。自ら飛び降りたのよ。人間に当てはめるのなら自殺したということになるわ。それはそうよ。そう作ったのは私たちのつもり。ミミックは人間の命令や意に反することはできない。そういうことにできないようにできているのだから。
そう、人間の命令に従う、人間に危害を及ばさないなどの厳守しなくてはいけない項目は単なるルールではなく、彼らも生まれる前から持っている行動原則。人間が内臓などの付随筋を動かすことができないように、絶対に覆すことができないこと。でもこの場合は状況や死後のミミックの状態から判断する以上は自殺、もしくはそれに極めて酷似したものと考えるほかないのか。比較的損傷の軽かったミミックの記憶をスキャンしてみたのだけど、第三者に突き落とされたということはなかった。もちろんそれに類する命令を与えられた形跡もない。